長い首、かっこいい翼、優れた頭脳、恐ろしい牙。このように生物界で特定の形質を発現させる遺伝子は、数億年にわたって行われたサバイバルゲームの痕跡であり、進化の産物です。そのためか一部の人たちは、特定の形質や機能を得ることだけが進化だと誤解しています。しかし、ご存知のようにこれを失うことも進化であり、時には失うことでサバイバルゲームに有利になったりもするのです。これは人類も例外ではありません。その中で代表的な例がビタミン C です。私たちはすでに経験を通じてよく知っています。日光を浴びるだけで合成されるビタミン D とは違い、ビタミン C は果物であれサプリメントであれ必ず外部から摂取しなければなりませんよね。それもそのはず、ブドウ糖がビタミン C に合成される過程において最後の段階で必ずグロノラクトンオキシダーゼが必要になりますが、人間にはこの酵素を作る遺伝子がないというわけではなく、あるにはあるのですが突然変異が起きて本来の機能を果たせていないのです。しかし面白いことに、哺乳類のうちビタミン C を自ら作ることができない種はコウモリやモルモット、そして人間を含む直鼻炎類に属する霊長類だけです。一方で直鼻炎類ではない極鼻炎類をはじめとする残りの哺乳類は全て体内で自らビタミン C を作ることができます。この事実を最初に発見した科学者たちは驚きを隠せませんでした。なぜならビタミン C はコラーゲンの合成に必要で代謝の補酵素であり、強力な抗酸化剤として人体に必要不可欠な栄養素だったので、これを合成する遺伝子は故障したまま人類が今まで生存してきたという事実がにわかには信じがたかったからです。しかし科学者たちはすぐに答えを見つけました。カナダオタワ大学のガイ・ドゥルーアン博士は霊長類の遺伝子を分析した結果、ビタミン C を合成する遺伝子に突然変異が起きた時期は約6100万年前だったという事実を突き止めます。ところでどうやってこの時期を導き出したのでしょうか。科学者たちは次のように解釈しました。このグラフからわかるように6100万年前は凝神生末で、地球の気候が次第に暖かくなる中で地球のあちこちが熱帯雨林に変わっていった時期でした。そのため霊長類は周辺で手軽に果物を手に入れることができ、ビタミン C を十分に摂取できたといいます。したがってこれを合成する遺伝子が壊れたとしても生存に大きな弊害がなかったと主張したのです。ところがです、この主張は科学者たちに別の疑問を投げかけました。なぜならいくら果物を簡単に手に入れられる環境でもビタミン C を作れない形質はビタミン C を自ら合成できる形質より進化の観点から見て特別有利ではないように見えたからです。つまりなぜこの形質が直鼻炎類全体に広がり今まで生き残ったのか理解できなかったのです。そこで科学者たちは霊長類がビタミン C を作れなくなったことで獲得した進化的なメリットがあると考えました。実はこれには様々な仮説があります。まず体内でビタミン C を作るにはその材料となるブドウ糖が必要となりますが、もしビタミン C を果物から直接取ることができればそれまでビタミン C を作るときに使われていたブドウ糖を脳のような他の器官のエネルギー源に使えるため、ビタミン C を作れない形質が生存により有利になったという仮説があります。つまりビタミン C を自ら作る際に必要なエネルギーと養分を他の器官に投資できるようになったということです。二つ目の仮説は2001年シンガポール国立大学の生化学者だったバリー・ハリウェル教授が主張した活性酸素仮説です。彼はビタミン C は抗酸化剤でもある一方、肝臓でこれを作る過程でグロノラクトンオキシダーゼが作用する段階で過酸化水素のような活性酸素が発生すると明らかにしました。そして活性酸素が蓄積されすぎると細胞を損傷させるため、もし果物を通じてビタミン C を摂取できる環境であればビタミン C を自ら作る代謝を中断させた方が生存により有利だったはずだと主張したのです。簡単に言えば料理をするとき不要な生ゴミが多く出るくらいならむしろ外食をした方がいいという話です。その後2008年フランスモンペリエ分子遺伝研究所のアメリ博士はいわゆるリサイクル仮説を持ち出しました。彼女は他の哺乳類と違ってビタミン C を作れない人間や霊長類、そしてコウモリやモルモットの赤血球の膜には不思議なことにグルット1という膜タンパク質がたくさん現れることを発見します。そしてこのタンパク質がブドウ糖を運搬すること以外にすでに使用されたビタミン C であるデヒドロアスコルビン酸を吸収し再びビタミン C を作ることに役立つという事実を明らかにしました。簡単に言えばビタミン C をリサイクルするのです。つまり人間はビタミン C を自ら作れないことに対する保証メカニズムとしてビタミン C を一度摂取するとスルメからイカスミを絞り出すように最大限効率的に活用する奇策を備えていたというのです。実際にビタミン C を自ら合成できるネズミは体重1キロあたり約60ミリのビタミン C が必要なのに対し、人は1キロあたり約1ミリあればこと足ります。実に効率的ではないですか。さらに2019年、ドイツオーエンハイム大学の生理科学者であるハンス・コンラート博士は酸化されたビタミン C が先ほどご紹介した膜タンパク質であるグルット1を通して赤血球に入った後再びビタミン C として作られる過程で細胞
肪と DNA を損傷させ、タンパク質を変形させるフリーラジカルをかなり減らしてくれるという事実を発見しました。彼はこれが人類の祖先がビタミン C の合成能力を失ったにもかかわらず、そうでない種より生存により有利な立場を持てるようになった秘訣だと明らかにしました。事実、ビタミン C と似たような事例はいくつかあります。そのうちの一つが尿酸です。人間は物質代謝の副産物として尿酸を生成し、これを尿として排出します。ここで不思議な点は、人間は他の哺乳類より血液中の尿酸の濃度が3倍以上高いということです。そのため尿酸は体内でしばしば結晶化を起こし、これは激しい痛みを誘発する痛風の原因になります。しかし興味深いことに、人類の遠い祖先であるケニアピテクスやドリオピテクスなどが生息していた1600万年前まで彼らは尿酸を分解する酵素を持っていました。しかしどういうわけか、この時期に尿酸を分解する酵素を暗号化する遺伝子に突然変異が起きて機能を失い、現在の人類まで続いてきたのです。なんだか少しおかしくないですか？このような尿酸を分解するいい遺伝子に変異が起きたのなら、生存に不利になったはずなのに、どうして類人猿たちは遺伝子を持ったまま今まで進化してこられたのでしょうか？2015年、コロラド医科大学のリチャード・ジョンソン博士は、アメリカの科学雑誌、サイエンティフィック・アメリカンで、その原因がエネルギー備蓄にあると主張しました。彼は1600万年前頃から、このグラフで見られるように、ヨーロッパとアフリカの気温が急激に下がる中で、熱帯雨林は草原に変わり始めたけれども、その過程で、初期の類人猿は冬になるたびに食糧難に陥っただろうというのです。しかし、この時偶然、類人猿のグループの中で、尿酸を分解できない突然変異が現れました。ジョンソン博士は、尿酸は果物から摂取した果糖を脂肪に転換する過程を促進するけれども、遺伝子変異によって尿酸を分解できなくなった個体は、血液中に溜まった尿酸のおかげで果糖を脂肪として保存しておくことができるため、食べ物が足りなくなった環境で他の個体より生存に有利だったと主張します。また最近では、尿酸が脳神経を保護してくれるという仮説や、数百万年前塩分の摂取が難しかった環境で尿酸はナトリウムの代わりに血液中の血圧を維持してくれる役割を果たしたという仮説もあります。一つ興味深い点は、このように遠い過去において尿酸は人類の生存に役立っていたけれども、現代社会に至っては十分な過糖と塩分摂取により、むしろ肥満と高血圧という病気を誘発するようになったということです。尿酸とともにメラニン色素の壊れた遺伝子が生存に役立った代表的なケースです。アフリカで登場した初期の人類は、体の毛を失うことで紫外線から肌を守るためにメラニン色素を持つようになり、そのため当時人類の肌は濃い色をしていました。ところが長い時を経て、人類は高緯度地方へ進出し、メラニンの生成に関連した遺伝子に変異が起き、肌の色が薄い個体が登場します。一見こういった形質は紫外線をまともに防ぐことができないため生存に不利に思えますが、結果は正反対でした。それはビタミン D の合成のためです。ペンシルバニア州立大学の人類学科のニーナ・ジャブロンスキー博士は、スキンという書籍で、衛星写真でご覧の通り、高緯度地域は到達する太陽エネルギーの量が少ないため、ビタミン D の合成に必要な紫外線の量も少ないと言いました。そのため高緯度地域においてメラニンが多い皮膚は紫外線を遮断し、カルシウム代謝や免疫系に重要なビタミン D の合成率を下げると主張したのです。つまり高緯度でメラニンが多い濃い色の肌は生存に不利だということです。結局数十万年前、ビタミンのサプリメントがなかった時代に高緯度地域に移住した人類の祖先のうち、メラニン生成の遺伝子が壊れた変異グループだけが紫外線をよく吸収し、ビタミン D を効率的に作ることで生存し続けることができ、それが現在まで続いてきたのです。このように科学者たちは進化の過程で人類が失った遺伝子が2万個にも上ると推定しています。このうちある遺伝子は火のせいで消えたりもしました。2015年、ペンシルバニア州立大学の人類学者ジョージ・ペリー博士は、人類は約160万年前、苦味を感じる一部の遺伝子をなくしたという事実を見つけ出します。彼はその原因が当時ホモエレクトゥスが使用し始めた火にあると主張しました。火で食べ物を焼いて食べる過程で植物の毒性の物質が消えるため、人類の祖先はあえて苦味を感じる遺伝子を持つ必要がなくなったという話です。それだけではなく、食べ物を噛むときに必要な顎の咀嚼筋と関連した MYH16 という遺伝子も、またチンパンジーの体内では正常に発現しますが、人間の場合はこの遺伝子に変異が起きて本来の機能を果たせないとし、これも人類が火を使って料理をするようになったことで柔らかい食べ物に接するようになった結果だと付け加えました。このように長い進化の過程を経て現在の人類に至るまで、何かを得ることも重要でしたが、何かを捨てることも重要でした。そしてもしかしたらこのような自然現象は人生を見つめる視点ともつながるかもしれません。絶え間なく勝ち取ることを求める競争社会において、時には勝ち取ることより持っているものを手放すことの方が私たちの人生を変化させていく重要な原動力になることもあるのではないでしょうか。科学は世界を見る窓。以上、サイエンスドリームでした。ご視聴ありがとうございました。